1人目ヤコウ18さんからなんですけど、はい、いろんな動画を拝見して、うん、癖のある作者ばかりだなと感じています、うん、まだ登場していないこいつは厄介だぞという作者を今後の予告としてぜひ教えていただきたいです。厄介ってどういうこと？ね、本人にはさ全然癖はないけどさ、はい、ルーカス・クラナハーかっこ父かっこ閉じるとかは、はい、作品的には相当変だぞ。本人はでも全然普通の人なんだよね。本人が変、ダメな人だとダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、あの女の人が、なんだよこれ、な、何女の人がこれ、それドガドガ、水晶なんか水晶かなんか持ってるのって違いましたっけ？あったっけそんなの、あれ水晶持ってたっけ、なんだっけ、なんだラファエル前派の人だよ、和田も見たことあると思いますよ、はい、この人とかはまあちょっと、めんどくせえ、ダメな、ダメ男だよね、うん、こういう男に引っかかっちゃダメっていうやつがいるし、あと意外に世の中ではものすごいちゃんとした人だと思われてるカンディンスキー、カンディンスキーが結構ひどいぞっていう話とか、まあなんぼでもあるよ。あとかわいそうなのはいっぱいあるよ。あのユトリドとか相当かわいそうだしさ、モディリアーニ、友達のモディリアーニは映画にもなってさ、結構かわいそうだってみんな知ってるんだけど、いや結構ユトリドの方が悲惨だよみたいな話もあるし、もう気にない、いや交互来た、あでもユトリドとか著作権切れてないんだよね。カネスキー切れてる、ロセッティも